皆さんこんにちは、トッティです。最近ですね、 TG7 発売決定しましたよという動画出させてもらったんですけれども、その時にね、TG7 のスペックは、TG6 とほぼ同じですという、内容をね、お伝えさせていただいて、まあこれ見た時ですね、僕実はちょっとねニヤッとしまして、なぜなら TG6 の動画今ねポン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 出しているんですけれども、7にもね、併用して使うことができるんですね。まあ、なので、この際ですね、 TG7 に向けて、この TG6 のね、動画をどんどん、出してストックしていけば、その後ね TG7 新たに、買われた方にも、役に立てるんじゃないかなと、思いまして、でさらにですね、今日は、顕微鏡モードの使い方ということで、僕実はですね、あまり公には言ってないんですけれども、マクロ結構好きなんですよ。本業のビッグホリデーの方はですね、地形ダイビングをメインとして、ワイド大物群れっていうのをね、中心にご案内させてもらって、もうイケイケの、ワイドダイビングという、感じでね、やっていまして、仕事の時はねもうプロフェッショナルに徹してマクロは一切封じてですね、もうワイドで楽しみましょうという、形でやってるんですけれども、その昔はですね結構、一眼レフを持って、マクロダイビングもしていまして、まあ好きなんですよね、こんないかつい顔してちっちゃいね可愛い生物とかが、好きだったりしまして、なので今日はね、TG6 の、顕微鏡モードということで、久々にね、そのマクロ魂がね、もうボーボーと、燃えていますよということで、僕自身もね楽しみながら、今日はTG6、顕微鏡モードの使い方という内容で、お届けしていきたいと思います。でこの TG6 の顕微鏡モードなんですけれども、一言で顕微鏡モードといってもその中にさらに4つのモードがありまして、顕微鏡モード、顕微鏡コントロール、深度合成モード、フォーカスブラケットモード、いやこの4つね、一体それぞれ、何が違ってどういうふうに使い分けたらいいの、さらに、顕微鏡モードの他に水中マクロモードっていうのもねありますよね。これらをですねどういうふうに住み分けて使ったらいいのか、で全部使う必要はなくてですね、もうこれあんまり使えませんよっていうやつとかもありますので、そこら辺の使い方の住み分けとか、こういうシチュエーションでこういう、被写体の時はこのモードを使いましょうとか、その時そのシチュエーション、その生物に合った、モードっていうのを、皆様の頭の中にね、クリアに、イメージがね、つくように今日は解説させていただこうかなと、思っています。で今お伝えした、顕微鏡モード4つのうちの2つ、深度合成モードとフォーカスブラケットモードっていうのは、これはね顕微鏡モードの中の応用編っていう形になるので、最初はねもうほぼ、使えません。これをね、踏まえて使うと頭の中でぐちゃぐちゃになってしまうので、一応ね、簡単にご説明させていただきますと、深度合成モードっていうのは、顕微鏡モード、クローズアップして撮るときはですね、ピント面っていうのがすごく薄いんですよ。例えばですね、今僕の手これボケてますよね。で、僕の顔に、ピントが合っていますと。でさらにその後ろのイルカですね、イルカもですね、少し、ボケていると思います。これをですねマクロ撮影に例えると、僕にピント合うけど僕の手とイルカにはピント合いませんよっていう感じなんですね。なので全体的にピントを合わせた写真を撮りたいっていうのが、深度合成モードといって、要はですねシャッターを押すと3枚から10枚、設定に応じてですね、一気にパシャ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 と、カメラが撮影するんですね。で1枚目は手にピント合ったもの、2枚目は僕にピントがあったもの、3枚目は、イルカにピントがあったもの、この3枚の写真を、合成させて、書き出して、くれると、
で書き出された1枚は、僕の手も僕の顔も後ろのイルカも、全てピントが合っている状態という感じですね。まあざっくり言うと、こんな感じのモードになります。でもう一つですね、フォーカスブラケットモードっていうのは、まあそのピント面が薄いっていうのが、まあ、顕微鏡モードの弱点になるんですけれども、ピント合わせがね結構シビアになってくるんですよ。まあ僕にピント合わせてるつもりなんだけど僕の手の方に、ピントが合ってしまったりっていうことがね、まあすごく多いので、まあ一斉にね、まあ10枚から30枚ぐらいね、まあ設定に応じてパシャ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 と、まあたくさん写真を撮るんですね。でこれ何をやってるかっていうと、僕の手にピント合わせて1枚、マイクにピント合わせて1枚、僕の顔に、ピント合わせて1枚、イルカにピント合わせて1枚、まあこれで4枚なんですけれども、まあこの4枚の中から、僕にねピント合った、写真を、選ぶことができますよと。なので小刻みにこういうふうにピントをずらしていって、たくさん撮影した中から一番気に入ったものを選んで書き出せると、それがフォーカスブラケットモードという、形になります。まあメリットもあればねデメリットもありまして、まあさっきのね深度合成モードもそうなんですけれども、まあここを話してしまうとちょっと長くなりますので、これは応用編ということで、また次回以降ですね、まあこの TG シリーズの、動画、シリーズ編でまたやっていこうかなと思います。ということで、今日は顕微鏡モードを中心に、水中マクロも、合わせまして、こういう時はこういう風に使っていきましょうという解説を、これからしていきたいと思います。はい、ではですね、これから水中マクロ、顕微鏡モード、顕微鏡コントロール、この3つのモードを軸に、一体それぞれ何が違ってどういう風に使い分けていったらいいのという、形で話を進めていきたいと思います。では水中マクロモードから、一緒にね、学んでいきましょう。まずは水中マクロモードなんですけれども、まあ、カメラには、撮影最短距離というものがあってですね、全てがこのレンズの目の前からピント合うわけじゃないんですよ。例えば30センチ離れていないとピント合いませんよ。それよりもね、被写体が近くなってしまうと、ピント合いません。全部ボケてしまいます。それをね最短撮影距離というんですけれども、まあ、この最短撮影距離がね結構重要になってきまして、水中マクロモードは、最短で10センチ、撮らないとピントが合いませんと。なので9センチ8センチとかの距離だともうピントがね合わないんですね。まあこの撮影最短距離、水中マクロは10センチというのを、覚えておいておいてください。で水中マクロはですね、設定した瞬間に、ブイーンと勝手にズームが効いて4倍ズーム、かかってる状態で、撮影することができますと。でそこからですね広角側にぐーっと戻すことはできるんですけれども、その4倍ズームからさらにズームはできないようになっています。でこのオリンパス TG6はですね、まあ4倍ズームまでは光学ズームといって、ズームしても画像が、劣化しませんよ、汚くなりませんよ、綺麗なまま撮れますよというね、機能がついてるんですね。まあ、なので4倍ズームまでで、そこまで、ズームしても綺麗な写真、クオリティを担保した状態で写真撮りますよと、それ以上はズーム、できませんと、いうのが水中マクロモードと、いう感じになっています。でこのモードはですねデフォルトではフラッシュがオンに、設定されています。でまあ具体的に、ね、この水中マクロモードっていうのが、どういう、被写体にね向いているかっていうと、まあ例えば花台系とかスズメ台系とか、まあ少し泳ぐ魚、そしてあまりね、まあレンズ目の前まで近寄れないような魚、少し離れた魚でもズームして、写真撮ることができると。でさらに、まあ、いい感じのところの距離にね近づけばストロボが、発光されますので、しっかり被写体の色も出ると、まあ、なのでなかなか近寄りきれない、魚生物の時に、この水中マクロモードっていうのが、向いているということになります。
で逆にですね、このモードは、被写体の大きさがだいたいね 2,3 センチぐらいが、限界になります。なんでかっていうと、まあ、2,3 センチの、被写体ですね、まあ、10センチ最短撮影距離、覚えてますか。まあ、最短で10センチのところまでしかピント合わないので、まあ、ここで写真撮りますよね。そうなると、この被写体が画面いっぱいに、ね、映らないんですよ。どうしても、撮った写真の中で小さく、被写体が、映ってしまうと。なので、2,3 センチより小さな被写体には、向きませんよと。まあ、なので逆にね、例えば3,4 センチぐらいのねハゼとかね、いますよね。ああいうのだったらもう顕微鏡モードを使うまでもなく水中マクロモードでね、十分に、綺麗な写真、が撮れますよという形になっています。はい、では水中マクロ、要点をまとめていきますと、まずは最短撮影距離は10センチなので、さらに、自動で4倍ズームということなので、なかなかより綺麗な被写体、に、向いていると。でさらに泳ぎ回る魚にもある程度対応できますよと。でフラッシュは自動で、焚かれますので、まあ、色を出して、近寄りきれない、まあ、被写体がね、2,3 センチ、より大きな、魚に、向いていますと。逆に 2,3 センチ以下の魚には、まあ、写真撮ってもですね映像の中に小さくしか映らないので、まあ、あまり向いていませんよと。これが水中マクロモードに、適した被写体という形になっています。はい、では2つ目顕微鏡モードの、解説に入っていきたいと思います。最短撮影距離水中マクロモードの時は、被写体ね、10センチ離れた状態でやっとピントが合いますよと。それ以上近くは、まあ、ピントが合いませんよという話をしたんですけれども、この顕微鏡モードっていうのはすごいんですよ。レンズから1センチ最短撮影距離1センチあればピントが合うと。でこれね、このカメラが裸の状態で1センチなので、水中ハウジング、つけた状態だともうレンズに0センチですね。最短撮影距離0センチなんですよ。もうレンズにくっついてても、ピント合いますよと。すごくないですか。まあこのね、今 OM システムっていう、メーカーにね、TG シリーズ、変わってしまったんですけれども、前はオリンパス、TG シリーズですよね。まあ、オリンパスっていうのはもともと内視鏡とか顕微鏡にね、特化した、まあ、メーカーで、まあ、それが主力事業、その、技術をね、このTG シリーズに転用してきているということなので、この顕微鏡っていうのにはねめっきりやっぱり強いんだなと。こんなカメラですね他には存在しないんですよ。これこそが、オリンパスの一番の強みと。最短撮影距離ハウジングつけたらなんと0センチ。これがねいろんなシチュエーションで結構使えるんですよ。まあこの後、解説していきたいと思います。はい、でこの顕微鏡モードもですね広角ズームは、4倍までと、いうことになります。最大ズームがね、4倍、これは水中マクロモードと、同じなんですけれども、まあこのね、最短撮影距離、ハウジングつけたら0センチ、その状態からさらに4倍ズームができると。うーっとねすごくないですか。最短撮影距離0センチでもすごいのに、そこからさらにズームをぐーっと4倍までかけれると。しかも画像の劣化が一切なしの広角ズームが、使えますよと。そりゃね医療分野でもこのカメラ使われますよね。手術室でね使われてるらしいですからね、たくさん。すごいですよね。まあ、なのでね、まあ、ここら辺がね、TG シリーズのね本領かなという、形で最短撮影距離くっついてそこから4倍ズームできますよと。でストロボはですねオンとオフが、これもですね、水中マクロ、同様に選ぶことができますよと。
なんですけれども最短撮影距離0センチの時にストロボつけてもですね、まあ、ストロボ、ここついてますので、まあ、0センチだとね光当たりませんよね、まあ、なので少し離れた状態の被写体の時にはストロボをオンにして、使いましょうと。それ以上近くの時は、まあ、ライトとかでねこうやって光を回してあげるしか、まあ、方法がないという形になりますね。でこのモードはですねピント合わせが、結構シビアになりますので泳ぐ魚には適していません。ピント全然合いませんからね、まあ、泳ぎ回るそのスズメダイ系とかハナダイ系とかね、まあ小さい泳ぎ回るやつには一切ピントが合わないと、思ってください。まあ、全く動かないハゼとかね、そういうやつはある程度ね、対応することができますよという感じになります。はい、では顕微鏡モードの要点をまとめていきますと、ハウジングをつけた状態で、最短撮影距離驚異の0センチレンズにくっついた状態でもピントが合いますよ。で、さらにそこから光学ズームが4倍まで使えます。ウィーとですね、まあ、でストロボも使えるんですけれども、まあ、レンズに被写体が近すぎると光が回らないので、まあ、手持ちの、ね、水中ライトとかで光を回したりとか、あとは、少し離した状態で、まあ、ストロボつけて撮ってあげると。で適した被写体というのは、まあ、泳ぐ被写体には、ね、ピントが合わないということで、まあ、1センチから3センチぐらいの、ね、被写体ですね、このぐらいだと、まあ、レンズの目の前まで、ね、持ってこなくても少し離れた状態で画面いっぱいにして、さらに、ストロボを、当てて、色を出して撮ることができますよと。まあ、なのでね、適した被写体としては1センチから3センチぐらいで、動きのない被写体と、いうことになります。このモードですね使いこなせるようになると本当にね、人間の目では見ることのできない驚きの世界が、見ることができて写真に写せるようになります。